はい、おはようございます。今日は、穂高独票を目指していきたいと思います。今は鍋平園地に車を停めさせてもらってます。5時25分ね。今から白樺平駅に向かっていきます。そこまで徒歩で約15分ぐらい歩いていきます。ロープウェイの始発は7時です。7時。今の気温は、はい、19度。涼しい。だからね。白樺平駅です。着いたね。並んではないな。並んではないね。ああ、すごいな。はい、展望台こっち。真正面ね、笠ヶ岳。あっち焼け岳。こっち槍ヶ岳。すごいな。今から行くのは、今から行くのは独票。どこや。あそこ西穂山荘トゥーって言って、あのとんがり、最初のとんがり、あそこが独票です。あそこに向かって行きます。ご飯とも用意するから。ここが登山口です。ここっちやんか。これより登山道、登山装備されていない一般のお客様は立ち入らないでくださいって書いてある。ここやね。今日は標高が高いので、ゆっくり歩いていきたいと思います。すごい下ってるけど。うん、下ってんね。遅いね、道。もっと広いんやと思って。いや、十分やと思うよ。そっか。こういう木道がちょいちょいあんねんな。うん、歩きやすいよ。うん、帰りも安心。うん。冷たい。初めての北アルプスですよ。はい、念願の北アルプスですよね。うん、やっと来たね。涼しい。うん、涼しいな。なんかロープウェイのところの頂上ついて、で山陽がめっちゃ見えたやんか。うん、なんか全然近そうな感じもした。そうでもないんやろな。大きいから近く見える。いや、だってロープウェイでもう2100メートル上がってきてるから。笹が下に散らばってたり、こんなあったらなんかパンダ出てきてやろう。パンダ。急になったね。うん、全然ちっこい石が多いな。うん、暑い暑い。登り始めたらめっちゃ暑い。まあ標高高いから、ちょっとハーハーするのかな、それとも運動不足なんかなっていうのがな。まだ分からへんねんけど。うん、まあ2000メートル越してるから多少は酸素は薄くなってるかもしれん。ここ危ないな。グラグラ。大丈夫。
だいぶ落ちてるよ。うんうん。歩きにくいね。さっきまで歩きやすい言うこと。ゴツゴツになってきた。あの飛騨牛の串焼きと温水卵と、うん、食べる。あ、そう。酸素マスクやな。だいぶ近くなってきたで。今で3分の2ぐらい来たよ。ほんま？山荘まで。山荘ね。いや、その前に。ほんまや。すごいすごい。綺麗ね。かっこいいな。綺麗っていうか、かっこいいな。でこぼこがある。20度ぐらいないけどな。まあ、今18度やで。18度。18度やけど、暑。さあ、また行くよ。うん、なんか階段が綺麗になってきたよ。あそこな。ここの登った、ここ登ったよ。びっくりした。またヘビカムだよ。なんかもうちょっとっぽいね。あ、本当。なんかその辺が、ほらちょっと明るいの。なんかすごい大きいね、石がね。なんかもうちょっとほんま長いよ。ほんまやね。すごいな、なんかきついな。最後の追い込みかな。だいぶ急やでね。もう酸素すぐそこなんやけども、うん、そっからめちゃめちゃ急や。よいしょ。だいぶしんどいな。もうちょい。もうちょいって山荘まで。そうや。山荘までもうちょい。山荘までもうちょいやね。山荘まで結構長いんですけれど、すごいこういう風な道が綺麗になってきたら、道がきストックのいらない道がこういう風に出てきたら山荘ですね。あー、見えた。え、これ、え、山荘か、これ。ほら、風も全然ないよ。お花ここいっぱいあるやん。お前、この辺がよくあんねんな。着いたな。西穂山荘、2367メートル。到着です。お疲れ様でした。あそこにザック置けそうなの。うん、うん、西穂高岳のバッジ。はい、11時ぐらい。食べて。そうやな、行こうか。
雨が降る。西穂山荘のとこからザックはデポ、ここからまた丸山、西穂丸山の方へ登っていきます。まずは丸山、もうすごい景色やね。うん、そう、ここでおにぎり食べて、お菓子食べて、レッツゴー。こっから来たけどね、こっちからね、こっち。これ西穂高岳 2.4 キロなんですけど、そっちまで行かないです。独標まで、独標でピストンです。今日も天気が良くて良かったね。早上行きたいけどゆっくりめでな。どう、やっぱりあのザックがなかったら楽。あ、そう、全然楽。どうじゃん、うわーすごいわ、この楽しい道。うん、あの景色もすごいね。ほら進まんわ、先進まんな。突標の上人おるわ。うもうもろ見えるわ。ほんまやね。うん、すごい。ちょっと雲おるけど、あそこのとこには。そうやね。うん、晴明岳でしょ、西穂山荘の山が見えて、あれロープウェイの駅も見えとんね。この山の姿かっこいい、めっちゃかっこいい。じゃ全然進まないんです。あれやで、北アルプスやで。ちょっと涙がね、うるうる。すごいとこにおるで。ほんま。来てよかった。遠いけどな。めっちゃ遠いけど。あそこ、上高地、あのカッパ橋とか綺麗なとこがあるとこでしょ。そう、あそこちょっと雲かかってるけど、あれ前穂高だけかな。すごいよ、またあの怖い怖い山陽やな。すごい。あ、丸山、丸山。あそこ西穂丸山、あそこまずね、ここまでは楽、なんか楽やな、楽ちん、ここまで楽ちん。西穂丸山到着です。2452メートル。お疲れ様でした。到着来たよ、来たよ。よし行こうか。次は次やな、あそこ、あのちょっとガレガレの、ガレてんのかな、ちょっと分からへんけど、うん、あの手前の平たい岩やな、ちょっときつそうやな。あそこ行きます。何分かかるかな。いや大丈夫やで、いつもと一緒や。こんなすごい石やな、うん、まだまだやな、うん、
もうちょい。なかなかもうちょいちゃう。え？もうちょいちゃう。だいぶ近くなってきたよ、ドッピョン。あれ、このポコ、あれのポコ。あら、笠ヶ岳にもかぶってきた。うわ、寒っ。なんか寒い。あ、冷た。せやろ。あ、冷たい。あ、なにこれ、冷蔵庫。観光地がしっかり寝てるわ。冷蔵庫の中に入ってる。すんごい冷たい風来るわ、うん、ちょっとガスがちょっと出てきたね、うん、いや、だいぶ出てきたな。だいぶ出てきたな。あらららら、あそこやで、見えてる、うん、ここ危ないね、うん、もう崖だよ。そうやで、うん、でもちゃんと道はあるっちゃある。凸凹、うん、やけどな。そうね、もうちょっと、はい、結構危ないな。結構危ないな、うん、どう？何が？この道は普通、比較的ここはいけるね、うん、うわー、ガス上がってきてるで。うわ、ほんま。いやー、うわ、真っ白になる可能性がある。もう真っ白やんか。すごいところ。すごいね。ワクさん、気をつけてよ。うん、なかなかの怖さ。うん、うん、ああ、ここもこんな感じで切れとんねんな。うん、あ、これ降りるんや。これ危ないで。うん、よいしょ。ちゃんと丸書いてあるし。うん、で矢印も書いてあるわ。うん、禁止一番気をつけてよろしくどうぞ。はい。かなりでかい。ちょっと待って。うん、でかいゴツゴツやな。うん、こっち行くとこか。どっから降りるかな。こっちか。こっちやね。ちょっと待ってよ。どっちから降りる。こっちか。あ、こっちから。あの、こっちまっすぐ行けそうなので行きます。こっちからね。鳥があったんや。もっと浮き石あるかなのだけどないわ。こっち曲がれって。うん。その上を丸の方に行くんかな。丸の方でいいと思います。うん。左の丸のところらへん、ね、そうそうそう、着いた？え、着いた？え、着いた？
ドッピョ着いたよ。え、なんか必死で登っとったの。返せないわ。じゃあ動かないで。お疲れ様でした。え？白バス。後ろ真っ白け。こっから降りていきます。怖い？まあ気をつけといたら大丈夫じゃないかな。女が度胸。行くよ。はい、これはへっちゃらやな。へっちゃらっていうか、こんなん大好きや。全くもってやな。もう怖くないで。もう怖ないな。怖そうに見える。うん。全部浮き石やから。歩き。グリングリンや。グリングリンしてある。すべて動きます。全部浮き石。降りてきました。着いた。山荘ね。うん。下りは早かった。ちょっと登ったところら辺で休憩しようか。うん。うん。こ。ここだよ、登山口って着いたね。ここか。ここから公園や。ここからは公園の中歩くんで楽ちん。ああ、元気になってきたな今頃。疲れたな。疲れた。ここの道しんどいな。ここの道つらいわ。山荘まで。下山の方は木道が多くなってきたらともう到着やな。いやー、あのでかい石はもうたまらんかったな。ゴロゴロ、ゴツゴツ、うん、歩きにくいな。浮き石いっぱいやしな。ということはもうすぐにロープウェイ。白樺平駅のアルプスのパン屋さんでチョコクロとなんかレーズンとアイスコーヒーいただきます。いただきます。いっぱい食べてばっかり。
トヨタが来てる。うわお、チョコ黒。チョコレート入っとったの。うん、美味しそうやん。美味しそう。半分食べていい。うん、